データビズこんにちは天羅万象久保田雅です、えー、太陽と月を除いて夜空で一番明るい星というとこれ金星なんですけども金星は現在明けの明星で明け方の東の空にあります、えー、宵空には見えませんで現在夕空の一番星はというとですね、えー、空が暗くなってきたら東の方を見てください若干黄色みを帯びた白で輝く明るい星が見えます 太陽系惑星兄弟の親分、木星です。まあ、木星はそれだけで十分目立っているんですがこの天羅万象がアップされます24日の金曜から26日の日曜にかけて月がそばを動いていくので良い目印になります。特に25日の土曜日は2つがね近くで並びますからちょっとした長めになります。さて、これは太陽系の惑星たちです。 2006年の国際天文学連合の総会で冥王星の分類が惑星から純惑星に変更されたために現在の惑星はご覧の8個ということになりますでこの図はですね各惑星の大きさが比較できるようにスケールを合わせてあります水金地下木土天界と、まあ、こうしてみると水星から火星までの4つと木星と土星そして天王星と海王星は大きさとその姿で明らかに違うグループに見えますよね で8つの惑星の本体では木星が一番大きいんですけどもここに太陽を入れると、はい、太陽はこれだけの大きさがあります太陽は木星の10倍の直径地球の109倍の直径があります、まあ、あの球体の天体は10倍あると体積は1000倍100倍だと100万倍の体積ということになるんですね太陽系の惑星は大きく3つに分類できます 太陽に近い4つの惑星水星、金星、地球、火星は地球型惑星と呼ばれています別名、岩石惑星です、まあ、ほとんど大気のない水星とごく薄い大気の火星金星と地球にはしっかりした大気がありますけどもその厚みは薄くて本体は地球こそ海が覆っていますけども、えー、岩石や鉱物が大半を占める小さな惑星たちですそして下側、まあ、あの太陽系の外側の4つはまず大きいですね そのうち直径は木星が地球の11倍、土星はリングを除いた本体部分が地球の9倍あります。で木星と土星の本体部分はですね、なんか赤道に平行な縞模様があってちょっと似た感じがします。この2つは木星型惑星、巨大ガス惑星と呼ばれています。あの実は 割ってみると中心には地球ほどの大きさの、えー、岩石などの中心核があると見られていますけれども水素に富んだ分厚いガスの層を持っているからガス惑星と呼んでいるんですそれから右下の方天王星と海王星はともに直径が地球の4倍ほどです青っぽく見えるのはメタンを含む大気が赤い光を吸収して青い波長の光を反射するからなんですねで水やメタンの厚い氷の層があるので 天王星型惑星イコール巨大氷惑星とも呼ばれています。さて、木星から海王星までの4つの巨大惑星の内部、現在はこう推測されています。木星と土星は、宇宙でも最も多い元素の水素を大量に持っています。まあ、そういう意味では、太陽のように自分で輝く星、恒星に近い天体でもあるんですね。まあ、実際、木星が今の80倍から100倍 程度の質量を持っていたならば中心部がうんと熱くなって、えー、太陽のような核融合反応が起きて自分で輝く光勢になったと考えられていますそれから、えー、探査機ボイジャーは木星にもごく細い淡いリングがあることを発見していますそれから天王星海王星は私も望遠鏡でまあ見たことありますけども明らかに青みがかって見えます で木星や土星とは違いとにかく厚い大気層の下に水やメタンなどの分厚い氷の層を持っていると考えられていますそれから探査機によって天王星も海曜星も細いリングを持っていることが分かっていますさて太陽系最大の惑星の木星は赤道部の直径が地球の11.25倍ありますで木星は巨体ながら地球の半分以下の9時間55分で自転していて 赤道表面での自転速度というのは、えー、地球の時速1670キロメートルに対して4万5260キロメートルと、まあ、スピードで言えば地球の27倍のスピードで自転しているんですね。まあ、このために遠心力が働いて赤道部分が膨らんで見た目も上下が少し潰れた姿をしているんです。 で木星は、えー、体積は地球の1300倍余りありますけどもその割に質量は318倍と少なめなんですねこれは主に岩石などでできている地球の密度が5.51あるのに対して木星は軽い水素を中心としたガスなどが多いために密度が1.33と小さいからなんですねさて今見ごろの木星なんですけども、まあ、木星といえばご覧のように縞模様があることそして これでですすよね、えー、赤みががかった反転大石藩が有名でありますでこの大石板は木星表面の巨大な大気の渦なんですけども、まあ、最初にそれらしきものが記録されたのは望遠鏡がまあ発明されてからおよそ半世紀たっ,った、えー、17世紀の半ば過ぎなんですね。でその後、まあ、記録が残っていない時代もあって、まあ、ずっと存在したのか一旦消えてしまったのかはちょっとはっきりしないんです。ただ えー、現在のこの大石版は遡っていくと1830年頃まではですね遡ってその存在が確認されていますで地球も入ってしまうサイズなんですけどもその大きさとか形色合いはですね長い間に変化しているんですこれはアメリカの観測者のスケッチをもとにして現地のフランス人版画家が残した1880年の木製の図です 1880年というと、日本で言えば明治10年代ですね。真ん中の下側に、ちょっとこう、なんていうか、サーモンピンクみたいな色で描かれている大赤斑、かなり横に長くて、ちょっと明太子みたいなんですが、この19世紀前半のサイズならば、地球が横に3個から4個は並んでしまいそうです。それから、ああ白い斑点は重なっている衛星で、黒い斑点はその影なんです。では、20世紀以降の写真をちょっと並べてみましょう。 これはですね、今からおよそ80年前にアメリカの天文台で撮影されたモノクロ写真の木星ですで。右下に大赤飯がありますけども、端に寄ったところでこれだけの幅に写っていますから、これ、真ん中の方にあれば、正面にあったらもっと細長いはずです。であと、かなりこれ、色が濃く写ってますよね、赤みも強かったんでしょう。真ん中、1979年に NASA のボイジャー1号探査機が撮影した木星です。 この写真が世に出た時私はですねまだ学生だったんですけども、まあ、これまでの探査機とか地上から撮影された写真に比べて驚くほど細かく描写された木星面に驚きましたで大石斑が半時計回りに渦を巻いている様子が撮影されたのもこの時でした、まあ、この頃の大石斑大きさ、まあ、地球が2個半以上入る長さはまだありますよね そして3年前に地球の周りを回るハッブル宇宙望遠鏡が撮影した木星の写真なんですが大赤斑ずいぶん幅が小さくて全体に丸みを帯びていることがわかりますこれだと地球は1個ぐらいしか入らない大きさですずいぶん小さくなっているわけですで、ハッブル宇宙望遠鏡は1990年代から定期的に木星を撮影してデータを送ってきています 1995年、2009年、2014年の大赤斑写真、右側にこう縦に並んでいますけれども、上から下に向けてじわじわと横幅が縮んでいる様子が明らかです。では、この先はどうなるのかということですね。えー、大赤斑なんですが、天文学者や惑星物理学の研究者の中にはですね、大赤斑が数十年後には消滅してしまうんではないかという人もいます。 でも一方で大石斑が消滅することはないという研究者もいるんですね。まあ、何しろ木星は地球に一番近づいた時でも6億キロメートルも離れています。まあ、これまでに1970年代からパイオニアとかボイジャーガリレオなどいくつかの探査機が近づいて直接観測をしているんですが分厚い雲の下のことはですねなかなかその秘密はわからないことが多いわけです。 まあそうした中で現在も木星の周囲を回りながら観測している探査機もあります。2016年に木星周回軌道に入って以来観測を続けているのが NASA の木星探査機ジュノーです。直径3.5メートルの本体からは幅3メートル、長さ7メートルの大きな太陽電池パネルが三方に伸びています。 木星の距離になりますとね、もう太陽の光が弱いもんですからこれまで木星より遠い惑星探査機では原子力電池を使っていましたでもジュノーは太陽電池をエネルギー源にしているんです太陽からの距離が地球の5倍も離れている木星付近では太陽エネルギーが地球付近の25分の1しかないためにこのような巨大なソーラーパネルをつけているんですねさてジュノーですが 木星の北極と南極の上空を通る、えー、細長い極軌道を53日で一周しながら木星面や衛星を観測しています。でこれはです、ね、比較的最近、この9月に撮影した木星面です。あのー、表面からはー8万 4400km からの撮影ですが複雑な構造や渦巻きそして色彩に目を奪われます。そして えー、ちょうど大石版を見下ろせるコースを取るように樹脳の軌道を微調整して2017年に撮影されたのがこのショットなんですすごい迫力ですねこれ大石版です地球がすっぽり入るこの大石版温度観測から渦の内部は周囲よりも高度が高いことがわかっています で上昇気流があると考えられ下から巻き上げられてくる物質が上の方に出てきて太陽の紫外線で化学変化を起こしてこのような赤みを帯びるのではないかと考えられています、まあ、ただこれも一つの仮説なんですね最接近画像のコントラストなどを調整した写真が発表されましたけども内部も複雑な雲の流れとか渦が見て取れます で大石斑の周囲の速い流れに比べると内部の動きはこれかなり、ねえー、とてもこう穏やかで大石斑の中と外での雲の出入りとか物質のやり取りはほとんどありませんでジュノーの観測データから大石斑の,の渦は表面から深さ500キロメートルほどまではこう続いているということが分かりました。まあ、地球での雲のの雲発達がが起きる大流圏の厚みが十数キロメートル 程度であることを考えると、えー、その木星のね、あの大気の渦の循環の深さそのスケールにも驚かされます、えー、大赤斑の秘密というのは次第に解き明かされつつはあるんですけどもなんでその大赤斑が数百年も生きながらえるのか色とか形が変化するのかまだまだわからないことはどっさりとあります、えー、探査機あるいは地上からの優れた観測の今後に期待したいと思うんですねで、私も お望遠鏡でよく木星を観測します、これ、まあ、撮影した写真なんですけども、大赤斑が木星の裏側にあって、こっち側に見えないときって、ちょっと寂しいんですよね。でも、こちらにあるときは、こんな感じで、おお、見える見えると嬉しくなってしまいます。えー、大赤斑というものは、島模様とともに木星を木星らしく見せる大事な存在、アイテムなんですね。天羅万象でした 最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします